富士口湖町は山梨県南鶴郡に属している町、県東部の郡内地方に含まれる。山梨県で唯一町を町と読む自治体である。日本一漢字数の多い町でもある。町一帯は標高が高く、中心駅の川口湖駅は標高857メートルに位置している。また町内には富士山の景勝地が多く、環境省が公開した。 富士山がある風景100選では、町内だけで22箇所も選定されている。富士吉田市との境界線は特に複雑で、町の南東部にある中央自動車道川口湖インターチェンジの北西側では、富士吉田市の飛び地を富士川口湖町の領域が囲んでいる。逆に、富士山の吉田口と山道の2号目にある富士五室浅間神社本宮は、里宮が、 富士川口湖町にある関係から、入り口から本八号目までが、富士吉田市に属する道都山道の中で、富士川口湖町の飛び地となっている。2006年の上喰式村分割編入により、富士川口湖町は甲府市と接することになったが、両市町の境界線は山岳の尾根筋と一致している。冬には川口湖が全面氷結するほど厳しい寒さに見舞われていたが、 近年では全面氷結することは少ない傾向にある。また、欠片の気候区分では従来は西岸海洋性気候に位置づけられていたが、1981年から2010年の新平年値では最暖月の平均気温が摂氏22度を超えたため温暖湿潤気候になった。冬季の降雪は比較的少ないが、 時折南岸低気圧による大雪に見舞われることがある。平成26年豪雪では、それまでの記録を大幅に上回る143センチメートルの積雪を観測した。西八代郡に属していた上杭式村は、藤川口湖町、富士吉田市等と富士北六地域に属していた。しかし、上杭式村南部の小人、本須、藤上神根地区と、 上杭式村北部の、はしご、古関地区は産地によって二分され、上杭式村南部は、富士北六地域と、上杭式村北部は、甲府市、中道町、市川三里町とのつながりが強かった。特に、上杭式村南部には、富士五個の小人湖、本栖湖があり、観光面でも富士川口湖町等と一体化していた。このため、上圭式村南部は、川口湖町、 勝山村、足シ田村との上杭式村北部は甲府市等との合併を目指すことになり、2002年にそれぞれ法定合併協議会を設置したが、協議過程で上杭式村南部と山町村の間で合意に至らず、山町村が先行合併して藤川口湖町が発足した。2004年11月に行われた上杭式村住民投票の結果、 上杭式村南部と藤川口湖町との合併協議を再開することとなり、2005年1月31日に藤川口湖町と上杭式村南部で法廷合併協議会を設置した。同年3月3日、藤川口湖町と上杭式村南部の合併協定調印式が行われ、2006年3月1日に上杭式村を分村し、上杭式村南部を 富士口湖町に編入することが正式に決まった。川口湖富士山六聖湖小人湖本栖湖、富士神根。ありがとうございます。